独立行政法人雇用能力開発機構は雇用のセーフティネットとしての離職者訓練をはじめとする様々な職業訓練や人材の能力向上のための助成金の支給などを行う厚生労働省所管の独立行政法人であったが独立行政法人雇用能力開発機構法を廃止する法律の施行により廃止。主要な施設、業務は 独立行政法人高齢、障害、求職者雇用支援機構に移管され、一部の業務は国、あるいは独立行政法人勤労者退職金、共済機構に移管された、雇用保険法で定められた、雇用保険に事業を主に行っていた。職業訓練の始まりと労働福祉事業団の設立1947年の職業安定法に基づき、都道府県は、 失業対策のための施設として、職業補導所の旧職業訓練法により、一般職業訓練所に解消。現在の職業能力開発校の設置、運営を開始した。1953年には、雇用情勢の好転に支えられた、失業保険積立金の運用収入を財源に、国は、総合職業補導所より、失業保険法に基づく、福祉施設。 旧職業訓練法により、総合職業訓練所に改称現在の職業能力開発促進センター、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校の設立を全国で開始した。当初、総合職業補導所の運営は、都道府県に任されていたが、1957年に設立された労働福祉事業団に移管された。 1961年4月には職業訓練指導員の養成等を目的とする中央職業訓練所が労働福祉事業団により設置された。エネルギーの転換と炭鉱離職者援護会の設立一方、1950年代はエネルギー源が石炭中心から石油中心へと変わる転換期であり、三井三池葬儀の発生に見られるように炭鉱の合理化への反発や、 体制の離職者が発生した。そこで1959年に、単行離職者臨時措置法に基づく、単行離職者援護会が設立され、単行離職者に対して、再就職及び生活の安定に関する援護を行うことになった。雇用促進事業団の設立1961年7月に、雇用促進事業団法に基づき設立された、雇用促進事業団は、 総合職業訓練所や中央職業訓練所等の失業保険法に基づく福祉施設に関する業務を労働福祉事業団から引き継ぐとともに単行離職者援護会の一切の業務を引き継いだ。これにより労働福祉事業団の目的からは失業保険の福祉施設の設置及び運営が削られ単行離職者援護会は解散となった。その後、 単行離職者への支援の役割が低下する一方で、高度成長時代における公共職業訓練への期待の高まりにより、雇用促進事業団が設置する失業保険法に基づく福祉施設は規模を拡大した。雇用福祉事業に基づく勤労者福祉施設と、雇用促進住宅雇用促進事業団法第19条第4号において、 広域職業紹介活動に係る公共職業安定所の紹介により就職する者の,のための宿舎の設置及び運営を行うこと。第5号において労働者のための教養、文化、体育またはレクリエーションの施設その他の福祉施設の設置及び運営を行うこと。と規定されていた。 また、2007年改正前の雇用保険法第64条の第1号において、就職に伴いその住居を移転する者の,のための宿舎を設置し、及び運営すること。第3号において、教養、文化、体育または、レクリエーションの施設その他の福祉施設を設置し、及び運営すること。と規定されていた。これらに基づき、雇用促進事業団は設立以来、 勤労者福祉施設と雇用促進住宅を全国に設置、運営してきた。勤労者福祉施設は1981年をピークに合計2070箇所が整備された。雇用促進住宅は2006年8月末現在で全国2532住宅3838棟141722戸が存在している。 身体障害者の雇用対策雇用促進事業団は1970年代から1980年代にかけて、心身障害者の雇用対策にも重点を置いていた。心身障害者の職業適正を検定し、職業安定所と連携して就職支援を図る施設として、東京に心身障害者職業センターを設置し3月、 1974年度までに全国5カ所、1981年度には全47都道府県への設置を完了した。しかし、身体障害者のための施設の設置及び運営を一元的に行う必要性から身体障害者雇用促進法が改正され、1988年4月1日に新身障害者職業センターは、 日本障害者雇用促進協会に移管された。この際、新身障害者職業センターは、地域障害者職業センターと名称変更されている。1988年4月1日に、労働福祉事業団から移管された、脊髄損傷者職業センターは、独立行政法人整理合理化計画において廃止が決定された。 地域の職業訓練振興策1978年に職業訓練法が改正され、国は地域職業訓練センターを設置できることになった。そこで雇用促進事業団は1979年以降、全国に地域職業訓練センターを設置し、各地域の職業訓練法人や自治体等に運営を委託した。 2005年の時点で全国の82カ所に設置されている。地域職業訓練センターは中小企業に対する人材育成対策の一つに位置づけられており、2008年版中、小企業白書においてもその設置及び運営を推進するものとされている。情報処理技術者不足に対する雇用対策情報処理技術者不足に対する雇用対策として労働省の 情報処理技術者等養成施設に関する基本方針を受けて、雇用促進事業団は、1988年から1991年にかけて全国25校の情報処理技能者、養成施設を設置し、地元自治体や商工団体、関連企業等からなる職業訓練法人等に運営を委託した。しかし2000年から2008年にかけて4校が並行され、 2008年4月の時点で運営されている施設は11校である。認定職業訓練による職業訓練施設として基本情報技術者等の資格取得を目指す普通職業訓練が実施されている。雇用、能力開発機構の設立、特殊法人等の整理合理化についてに基づき雇用促進事業団を廃止した上で新たな特殊法人として雇用、 能力開発機構が1999年に設立された。新法人の主な機能は、中小企業の雇用創出や雇用管理の改善等のための支援を行う雇用開発及び離職者等に対する訓練や高度な人材育成による能力開発の2点とされた。また、これまで雇用促進事業団が行ってきた業務のうち、 雇用促進住宅及び勤労者福祉施設の新設を行わないこととされた。独立行政法人化、特殊法人統制理法理科計画において、雇用、能力開発機構の独立行政法人化と以下のように事業の廃止、限定等が定められた。能力開発に関しては、在職者訓練は真に高度なもののみに限定し、職業能力開発大学校は、 学生の自己負担の増額投資用負担のあり方の見直しと民間外部講師の活用や民間委託の拡大を図り、離職者訓練はその地域において民間では実施できないもののみに限定することとされた。さらに、勤労者福祉施設の廃止期限を明確にして、自己収入で運営費さえ賄えない施設を早期廃止すること、雇用促進住宅はできるだけ早期に廃止すること、 雇用促進融資業務を廃止すること、及び各種助成金業務を見直すこととされた。また、海外職業訓練の業務を廃止し、民間に移管することとされた。この閣議決定を受けて、特殊法人等の廃止、民営化等の具体的措置が、特殊法人統制理合理化計画に則っ,ったものになっているかどうかをフォローアップすることを目的として、 特殊法人等改革推進本部参与会議が設置された。2002年9月11日に開催された第2回の参与会議において、菓子谷高尾参与は、業格行革断交表議会による雇用能力開発機構の廃止、解体による民業活性化案についてを提出し、議題とされた。この案において、業格行革断交表議会は、雇用、 能力開発機構の即刻廃止、解体を提案した。以上を経て、特殊法人としての雇用、能力開発機構は廃止され、2004年3月1日に、独立行政法人雇用、能力開発機構が設立された。雇用福祉事業の廃止2007年改正前の雇用保険法では、雇用保険3事業が規定されていたが、 雇用保険法等の一部を改正する法律により、雇用福祉事業が廃止され、雇用保険事業は2事業に改正された。ただし、雇用福祉事業のうちの一部の業務は、暫定雇用福祉事業として、期間を限定した上で、独立行政法人雇用、能力開発機構が行うものとされた。この法改正及び、特殊法人統制理合理化計画に従い、 雇用福祉事業として設置されていた勤労者福祉施設は2005年度までにすべての施設が譲渡または廃止された。同じく雇用福祉事業として設置された雇用促進住宅は2021年度までに住宅の譲渡等を完了させるために2008年現在地方公共団体や民間への売却が進められている一方で運営を委託されている。 財団法人雇用振興協会は、勤労者への入居紹介、入居申し込みの受付等の管理、運営業務を引き続き行っている。独立行政法人雇用、能力開発機構の廃止への敬意閣議決定、独立行政法人整理合理化計画、独立行政法人整理合理化計画において、法人形態のあり方については、雇用のセーフティネットとしての職業、 能力開発施設の設置、運営業務について、ものづくり分野を重点に、地域の民間では実施していないものに特化するとの観点から、その必要性について評価を行い、その結果を踏まえ、法人自体の損賠について一年を目途に検討を行う。とされた。これを受けて、二千八年に厚生労働省では、雇用、能力開発機構のあり方検討会、 行政改革推進本部では、行政減量、効率化有識者会議において検討され、同年12月10日、舛添陽一厚生労働大臣と、天利明行政改革担当大臣は、機構を廃止して、職業訓練業務を、高齢、障害者雇用支援機構と希望があれば都道府県に移管し、一方、私の仕事間を廃止、売却することに合意した。 閣議決定、雇用、能力開発機構の廃止について、雇用、能力開発機構の廃止についてにおいて、独立行政法人雇用、能力開発機構を廃止し、職業能力開発業務は、独立行政法人高齢、障害者雇用支援機構に移管し、その他の業務は、独立行政法人勤労者退職金共済機構、等に移管するとされた。雇用促進住宅は、 民間等への譲渡廃止までの間、暫定的に関連する独立行政法人に関するとされた。以上は、2010年度末までを目途に必要な法制上の措置を講ずるものとされ、それまでに実施可能な事項については、速やかに実行に着手することとされた。独立行政法人高齢障害者雇用支援機構に関後の職業、能力開発業務の運営においては、 主に三点の改革が明示された。第一は、厚生労働省と経済産業省の法定協議による国の産業政策、中小企業政策等との連携強化。第二は、中小企業等や労働者の代表による運営への参画。第三は、無駄の排除等のための第三者委員会の設置である。独立行政法人雇用。 能力開発機構法を廃止する法律の施行10月1日による独立行政法人雇用能力開発機構の解散に伴い職業能力開発業務及び宿舎等業務に係る権利及び義務はその時における独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構に承継されることになった2011年10月1日に独立行政法人雇用 能力開発機構は廃止され、各運営施設は、同日より、独立行政法人高齢、障害、求職者雇用支援機構に移管された。サービス提供窓口指導員訓練の、施設公共職業能力開発施設以下の施設の、独立行政法人雇用、能力開発機構廃止後の移管については、2014年3月31日までの、間に、 都道府県が希望して受け入れ条件が整う場合に、限り都道府県に移管される。2011年10月1日に独立行政法人雇用能力開発機構は廃止され、以下の施設は同日より独立行政法人高齢、障害、求職者雇用支援機構に移管された。一般の事業主に対する助成金事業主を対象に2011年9月時点で、 人材確保や雇用管理の改善等を支援するための各種の助成事業は以下の通りであった。新聞や進出や生産性向上等の経営基盤強化のための人材を雇用した場合に賃金の一部を助成する制度である。一般的な労働者の雇用には30万円、人、基盤となる人材の雇用には140万円、人を助成する。 従業員への職業訓練等を実施した場合、あるいは技能検定等の職業能力評価を行った場合に、用した経費の一部を助成する。高度な人材確保や新聞や進出等のために、従業員への職業訓練を実施した場合に、経費や賃金の一部を助成する。共同組合等の中小企業団体が、その構成者の中小企業に対して、 人材確保や職場定着のための調査や指導等を行った場合に要した費用の2、3を助成する。建設の事業主に対する助成金2011年9月時点で建設関係の各種の助成事業は以下の通りであった。建設事業主や事業主団体が建設労働者の技能向上を図るために能力開発のための経費や労働者の賃金の一部を助成する。 建設事業主団体が将来の建設業を支える人材の育成、確保を図るための事業計画について設定した数値目標達成のために必要な事業を実施した場合の助成金を支給する。中小建設事業主が建設労働者の雇用改善のための取り組みを行った場合に経費や賃金の一部を助成する。建設業の事業主団体が 労働者の技能向上や雇用管理の改善を図るために設定した数値目標に必要な事業を実施した場合に助成金を支給する。助成金不正受給問題助成金制度についてはその不正受給が問題となっており、全国で詐欺事件が相次いでいる。例えば、佐世保重工業株式会社による約6億7200万円の助成金不正。 受給事件については2002年7月17日の厚生労働委員会でも問題にされた。この問題に関し、第155回国会の参議院審議において、県及び雇用能力開発機構における審査及び調査が不十分であったとし、政府は雇用失業情勢の悪化に伴い雇用保険の重要性が増している中、 このような多額の不正受給等が発生したことを重く、受け止め、審査の厳格化、実地調査の充実、適切な制度設計等により、雇用保険3事業の適正な実施に万全を期すべきである。都内閣に対して警告した。他に、日本経済新聞社東京本社販売局の元社員らによる約510万円の助成金詐欺事件。 西宮市の託児施設の実質経営者による約1250万円の助成金差し事件、暴力団幹部らによる約808万円の助成金差し事件などが報道された。捜査を担当した中央警察署は助成金を申請した会社を開発機構がもっと厳しく審査すれば未然に防げるはずだと述べている。業務の遺憾、雇用、 能力開発機構の廃止についてにおいて雇用管理に関する相談、援助、助成金業務は都道府県労働局の業務と一体的に処理する。とされた。これを受けて2011年10月1日より雇用管理、助成金業務は国に移管された。財形制度を導入している会社の勤労者が貯蓄したり持ち家取得する場合に国が 税制上の援助を行う制度である。財形持ち家天体融資、財形貯蓄、財形教育融資の3制度がある。業務の移管、雇用、能力開発機構の廃止についてにおいて、財形住宅融資業務は、独立行政法人勤労者退職金、共済機構へ移管し、財形教育融資業務は廃止する。とされた。これを受けて、 2011年10月1日より、財径教育融資は廃止され、その他の財産形成促進業務は勤労者、退職金共済機構へ移管された。優れた技能者を育成するために、公共職業能力開発施設及び、職業能力開発総合大学校の学生、訓練生を対象とした融資制度であったが、平成22年度末に終了した。 平成23年度以降は、厚生労働省による技能者、育成資金融資制度が創設された。ありがとうございます。